go! ということで、皆様、こんにちは。どうも、キョエチャンネルの松浦キョエです。ということで、改めまして、松浦キョエです。はい、ユニットカーニバルまで、あと1週間と、ちょっと切りました。ということで、まだ函館のグッズ来てません。はい、今日はね、改めまして、ようちゃんの誕生日です。はい。で、これね、出してるの、4月17日、今日、多分、出してるの、18日。そう、18日だよね。で、そう、多分、あれ ?18 日なのに、なんでようちゃんの生誕祭やってんのって。いや、撮ったの、17日です。はい。大丈夫。安心してください。祝ってますよ。はい。ということで、今日はね、まあこれちょっと配信するの遅くなったんですが、アミノキューズモールでポストカード無事ゲッチューしてきましたー。やったー。で、ほい、そうそう、ハッピーパーティートレインのねやつと、ね、こっちかわいいやつ、なこれは一緒に合わせたら多分こっちの方がいいか、はい、かわいいー、グール、かわいいー、いいね、かわいいー、はい。で、これがマイマイトゥナイトのようちゃん。かわいい。で、これがようソロしてるやつ。おはようソローって言ったやつね。うん。かわいいなぁ。で、ということでね、これが一応ポストカード編。で、これが誕生日のカード。スリーカード。スリーカード。ようちゃんならぬスリーカードを持って帰ってきました。地元にはないんで大阪まで飛んできました。上が天王寺のあれかな、天王寺のセガと、で下がアポロセガで、下がナンバービオンかな。うん、一応欲しかったから取ってきました。取ってきました。で、ね、ようちゃんの生誕祭ということで、あんまこれ多分へぼい方だ、多分しょぼい方だ。まだこれで行ったんですよ昨日。でね、明らかになんか話しかけられそうな感じだったんですけど、案の定話しかけられました。ようちゃん推しですかって。いや、でも、今日ようちゃん誕生日なんで、一応自分から推しなんですけどって言ったんですよ。はい。で、懐かしいもの、君ここのクッションと、君ここのストラップ。で、こっちには、福別感謝祭のストラップとか、マイマイとか、で、一番くじのやつとか、こっちに恋役のようちゃんだったりとか。そうそうそう。で、ね、これからもちょっとようちゃん集めたいんで、ここにね、そう、ここに飾ってある、地味にこういうカランがついてるのなんだよって気になる人いるんですけど、ここに一応、キッチンカーと、ミトシーと、ひなとみこなんだ。あ、沼津駅の、あれだ、あと、あとでじゃない。もう一個あるんだけど、それ、その頑張って。そう。で、これをつけていきましたということで。で、ここまでだったら多分、おもんないと思うんですよ。で、セガでね、プライズゲットしました。はい。そう、ダイヤちゃんの、かわいいやつ見つけて、200円。よいしょ、200円。で、じゃんじゃじゃーん。チカちゃん。いただきました。600円。どんなフィギュアかちょっと気になるので、ね、開けていきたいと思いまーす。よいしょ。よいしょ。おー。あ、凝ってる。やっぱ SPM だから。どこぞのフィギュアの会社とは違うな、これ。ほんとに。めっちゃ凝ってあるじゃん。よし。ちょっとここはね、もう見ない方がいいと思うんで、ここカットしまーす。はい、ということで、完成しましたー、チカちゃん。チカは、チカちゃんです。はい、チカちゃん、出来上がりましたー。かっこいい。見える？こうして見える？まあね。ここら辺にね、ちょっと鏡でも置いたら、そうそうそう、願望っていうものはそういうもんなんだよね。うん、大丈夫。はい、ということで、じゃあここに置こうかな。はい、
お、乗った。なんという打点力。はい。ということで、本日はね、ようちゃんの生誕祭を祝うことと、そして、アビノキューズモールでの戦利品を、開封、まあ、お見せできたと思います。また、この動画良かったら、グッドボタン、そして、チャンネル登録、よろしくお願いします。こうだね。こうだね。こう。こうか。こうだ。お願いします。ということで、次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、京也チャンネルの松浦京也でした。では次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。